こんにちはぬいちゃんってご存知ですか VTuber はなちゃんのぬいちゃんをプレゼントしていただきました見てください目も刺繍で全部手縫いでできてますありがとうございますめっちゃ可愛いです昨日は近くの公園でぬいどりしました 今日は iPad のオンスクリーンキーボードと文字の選択についてご紹介させていただきます今回の内容はアプリによってできることとできないことが若干あります例えば純正のメモアプリではできるけれども Google Keep メモでは現時点ではこの方法ができないなどなので共通な方法として今日はご紹介できればと思っております まずはキーボードについてお話しさせていただきますね。Google Keep Mem が起動してます。本文の1行目のところでタップしてみようかな。タップするとオンスクリーンキーボードが表示されます。右角下のこのボタンをタップするとキーボードが片付けられるんですよね。ちょっとタップしてみます。 ですが、ここのところを長押ししてしまうとというお話でいきたいと思います。ではもう一度、本文でタップしてカーソルをまた表示させ、オンスクリーンキーボードを表示させます。ここ、タップするとキーボードが片付けられます。長押ししますと、では長押しします。はい、フローティングというものが出てきました。手を離してしまうと消えてしまいます。 なので押しっぱなしです。もう一度押しっぱなしにしますね。はい、このフローティングというところまでこのまま指を離さずドラッグします。今フローティングという文字が青くなりました。このまま指を離すとなんとキーボードがじゃーんかわいいミニチュアバージョンのキーボードになってしまいます。 このミニチュアキーボードの下にバーがあります。ここに指を置いてドラッグすると、この小さなミニチュアキーボードは移動ができます。右、上とかね、えー、自分で好きなところに持っていくことができます。えー、このように持ってこようかな。ここで続きの文字を入力する。オンスクリーンキーボードの大きなキーボードでは、 見えるエリアが限られてしまいます。そんな時このミニチュアバージョンのキーボードにして使っていただくともしかしたら見える範囲が広くて楽かもしれません。ここに例えばね、絵についてで書くて、まあ、こんな風に文字を追加してミニチュアキーボードで入力してみるのもいいかもしれません。戻し方なんですけれども このミニチュアキーボードのここでピンチアウト指を広げるピンチアウトの操作をするとす、はい、元のサイズに戻ります右かどうしたのこのキーボードのボタンを押しっぱなしにする方法でフローティング・ という方法もありますがなんとこの大きなキーボードの状態でピンチインしていただきますとではキーボードの真ん中あたりでピンチインしますねこれでもミニチュアバージョンのキーボードにすることができます簡単に切り替えができますので好きな方のキーボードで使ってみてあげてくださいピンチアウトすると元のバージョンピンチインするとミニチュアバージョンとあっという間に切り替えができます お好きな方で切り替えてあげてください。私はいつも大きい方が好きなので大きく戻します。次は文字の選択についてご紹介します。この Google キープメモに入力されてる文章を使ってやっていきますね。今は1行目の末尾にカーソルがいます。どこでも大丈夫です。そうですね。旅立ちっていうあたりで ダブルタップしてみますねどうでしょう旅立ちという文字が選択されましたそうですね次は日だまりのような暖かさのところの日だまりあたりでダブルタップしてみますね日だまりという単語で選択されたことを確認しましょうここ 頬を撫でる優しい風の優しい風という文字の上でダブルタップしてみますね優しいという単語のところで選択されましたダブルタップをするとそのダブルタップしたところの単語で選択されます段落単位で選択したい時もあるかもしれませんので段落単位での選択方法は トリプルタップになります。トリプルとは3回タップすることです。冬の寒さは厳しかったけれどもというところでやってみようと思っています。トリプルです。こんな感じです。私もちょっと緊張しちゃうんですけれども、こんな感じに選択ができました。何もないところでタップすると、これは選択解除です。日だまりのような暖かさのところ、トリプルでやってみますね。 段落で選択できました文字選択するときこれはきっと楽な方法だと思いますのでぜひ皆さんもチャレンジしてみてくださいねタップするとカーソルが表示されますダブルタップをすると単語が選択されますトリプルタップをすると段落単位で選択できますでは何もないとこでタップします すべての文章を選択したい時もあると思うのでこちらの方もご紹介します文章内のどこでも大丈夫ですタップしてカーソルを表示させてくださいもう一度タップしますするとメニューが出てきましてこの中のすべてを選択でタップしますこうすることによって文章全体を選択することができますすごいですね では何もないところでタップして選択解除しますカーソル移動についてご紹介したいと思っていますタップするとカーソルが移動しますが自分の思った場所ではないところにカーソルが表示されてしまうこともありますので今日は皆さんにカーソルの移動方法もご紹介していきたいと思っています オンスクリーンキーボードの今空白と書いてあるスペースバーのところ押しっぱなしです。え指は離しません。押しっぱなしです。キーボード上に描かれていた文字が消えてなくなってしまいました。これこのまま指を動かすと、では動かしますね。どうでしょう。カーソル移動してるの分かりますか。はい、8の字に今描いてます。どうでしょう。 で、目的の場所に来ましたら指を離すとカーソル移動ができます。えー、空白と書いてある、えー、ここ、スペースバーのところを長押しします。キーボードに表示されていた文字が消えましたら指を動かしていただきますと移動することができます。では今日はここで指離します。よいしょ。 こんな風にしてカーソル移動してあげてくださいでは部分コピーについてもご紹介しておこうと思っていますカーソルの位置は今のように移動するかタップして移動してあげてください春を迎えた時の喜びは格別ですの字のあたりでタップしてカーソルを移動しましょうこのままスペースバーに指を置きます はい、え、キーボード上の文字が消えました。左手使います。このまま左手は、このキーボード上のどこでも大丈夫です。ただし、押しっぱなしです。指は離さないでくださいね。そうすると、ここから今度右手です。右手でドラッグすると、はい、選択されてるのわかりますか今左にドラッグしました。今度は、格別ですに行きたいので、このまま今度右に行きます。 左手離していません。はい。えー、右手だけ動かして、先頭と、それから文章の最後に選択範囲を移動し、このまま右手から離し、左手を離します。はい。いかがでしょうかそうすると、このまま文章を選択することができます。例えばですね、スプリットビューで表示してあげることによって、この文章の一部をコピーし、他のアプリへ 貼り付けることができます。ちょっとやってみましょう。では画面の上、点々点と表示されている、ここタップし、スプリットビューで表示していこうと思っています。では、スプリットビューでタップします。今日は LINE に貼り付けてみようと思っていますので、LINE をタップします。LINE が表示されました。では、左側の文章をもう一度選択していきましょう。 はい。えー、日だまりのような暖かさ、頬を撫でる優しい風、そして咲き誇る桜の花々。ここの文章をラインのところにコピーして貼り付けてみようと思っています。一度タップします。カーソルが表示されましたので文字を選択しましょう。ここ、スペースバーのところを押しっぱなし。はい。そうしまして左手。 キーボードのどこでも大丈夫。押したままにします。指は離さないでね。はい。では、えーひ、ひだまりののところまで、右手を今ドラッグしました。左手指離していません。このまま、右にドラッグします。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。あら、一行空白行増えちゃったね。はい。えー、花々まで来ましたので、 右手離して左手も離します。選択できました。ちょっと失敗しちゃって一行多いね。この時には左角上のこの丸、グラブポイントを移動しましょう。ここ指を置きまして下下げます。はい。いかがでしょうかこんな感じ。ではこのまま、この選択されている文字のコピー。 とか、カットを使っていただいてもいいかと思いますが、今日はドラッグしてみようと思ってます。はい。では、押しっぱなし。浮いたような感じになりましたらドラッグしていきます。ちょっとのんびりしているとね、<laughs> 選択が解除になっちゃうの。では、このまま今、ラインの方に持ってきましたが、見てください。文字の右角上。緑色の丸のプラスがついてます。このまま文書入力欄に 指を動かしまして指を離すと文字を入力しないでもコピーして持ってくることができます。長文を入れるものではありませんけれどもちょっと長めの文章を打ちたい方このように下書きをしてドラッグして持ってくる方法もいいんじゃないのかなと思います。ということで今日はですね皆さんに iPad の文字の選択 キーボードのフローティングなどをご紹介しました。ちょっとしたことなんですけれども皆さんの iPad が快適に使えればいいなと思いましたので今日はご紹介していました。ご視聴ありがとうございました。これからも iPad で楽しそうなこと、面白そうなことをお伝えできればいいなと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょうね。またね。バイバーイ。